それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回はユークリッドの互助法に入りまして、で、ユークリッドの互助法の基本的な定理について説明しました。で、今日はまずそれを受けまして、その基本的なユークリッドの互助法のアルゴリズムをこう見ていきたいと思います。まずアルゴリズムを書いていきますので、各自確認してください。一応テキストでの位置を確認しますと、51ページの一番上のところに出ております。で、酒井先生のテキストの中でも以降このアルゴリズムが、ユークリデンアルゴリズムと書かれていまして、頭文字を取って EA と書きましたけれども、それ以降いろいろな場所でこのユークリッドの互助法のアルゴリズムのことを EA と略記することがありますので、注意してください。で、まず入力が、R の弦 F と G で、それから出力が F と G の最大公約数ですね。GCD の D となります。で、次に具体的なステップに行きますけれども、まず最初にその、初期設定を行います。初期設定では RI というのをその i 回目のに計算した繰り返して計算した時の剰余としますが、最初の R0 番目の剰余を F とします。それからその次の1番目の剰余を G として、で、この繰り返しのインデックスになる i に1を代入します。で、次のステップではフワイル分によるループがあります。このループは RI が0でない限りこう繰り返しなさい、以下の指示を繰り返しなさいというものを呈して、で、初期条件では i に1が代入されていますので、最初にこの括弧2のステップに来た時にはこの R1 の値を見ることになります。したがって R1 がすなわち与えられた2つの弦の G が0でない限り、この繰り返しが少なくとも1回は実行されるということが分かります。で、実際に行っていることは、この i-1 番目の剰余をその i 番目の剰余で割って、
まあ、その小と上位を求めなさいと。で、新たな上位を R の i プラス1としましょうと。それで、その上で、このインデックス i をの値を1つ増やして、こうまた、このループの先頭に戻るということをやっています。今、これを行って、この Ri が0にならないうちは、この繰り返しを続けるということです。で、3番目のステップは、この2番目のループを抜けた後ですね、すなわち Ri に0が入ってきたと。Ri として0が求まったという場合の処理なんですが、この場合は、前回の授業で示しました定理の通り、この i-1 番目の乗与が、この f と g の GCD であるということが分かりますので、これを d に代入して、最終的にこの d をこのアルゴリズムの出力として返すという形で、アルゴリズムが終わります。ここまでよろしいでしょうか。多分ユークリッドのご助法、この素朴なユークリッドのご助法については、数学類の皆さんは去年のダイソ入門の授業でも受けたと思いますので、確認していただければと思うんですが、一つだけ、その前回の授業の最後の証明に関連してコメントを述べますと、前回の授業の最後の定理で、この整数ですね、前回の最後の定理は、前回の授業の最後の定理は、整数に関するユークリッドのご助法に関する性質を扱いましたが、その中で、このご助法の繰り返しの回数の上階について触れました。で、その上階がある定数、入力値の大きさと、ある定数のとの積で抑えられることを述べまして、でその積に黄金比の値が出てきた話をしましたけれども、実はこれは、この黄金比といいますか、このユークリッドのご助法の回数、繰り返しの回数の上限というのが、整数の場合には、フィボナッチの数列と関連があります。で、実はそのフィボナッチの数列の一般項は、皆さんの中には知っている人もいるかもしれませんが、この黄金比を使った値で表されます。で、実はその前回の定理の証明の中で黄金比の値が出てきたっていうのは、このことと関連がありまして、で、その前回の定理の証明の中で、この整数に対するユークリッドのご助法を行ったときに、じゃあ、例えば、そのある値ですね、b という大きさのこう整数が与えられたときに、じゃあその b という大きさの整数からこうユークリッドのご助法を繰り返して、最終的に、最悪の場合は、2つの入力の整数が互いにそうな場合に、その結果が1になると思いますけれども、その1に至るまでに、その一体最悪で何回、その乗与列の計算を繰り返す必要があるかということを考えるわけです。そうしますと、実は、そのフィボナッチの数列のようなパターンの時が、一番、その乗与列の計算にの回数に手間がかかる、すなわち最悪の計算回数のケースになるということが分かります。と、ちょっと今は大雑把にしか書きませんけれども、今、そのフィボナッチの数列をこう逆に大きい方からですね、あと小さい方の要素に向かってこう並べてみましたが、実はこうして見てみると、その例えば
ここにありますこの8を5で割った余りですね。5で割りますと、これ小が1で余りが3ということになります。で、その次に例えば5を3で割りますと、小が1で余りが2ということになって、で、3を2で割ると、まあ、この場合は、やっぱり小が1で余りが1という形になります。ですので、例えばこの整数のユークリッドの誤乗法を考えたときに、計算回数が一番手間がかかる場合というのは、各ステップごとで、小が1になる場合なんですね。それで逆に、こう、下の方から、じゃあ、計算の手間が一番かかりそうな、乗与の列と、それから、小が必ず1になるような、条件を満たすように、この乗与を決めていくと、実はそれが、フィボナッチの数列に一致するということがわかります。まあ、そんなわけで、前回のですね、授業の定理の中では、整数に対するユークリッドの誤乗法の繰り返しの上階の中に、その黄金比という定数が隠れていたというわけです。まあ、そういう話もありますので、まあ、興味のある人は各自でちょっと考えてみてください。ここまでいいでしょうか。それでは引き続きまして、拡張ユークリッドの誤乗法という話をしたいと思います。テキストで言いますと、52ページの下半分の方のセクション 4.3 です。でまあ、これまでのところでまあ、今例えば話を整数の世界に定めまして、まあ、A と B という整数が与えられてで、まあ、この A と B の GCD が D であったときに先ほどのユークリッドの誤乗法によって、まあ、基本的にはこの GCD は計算できるわけです。しかしながら、そのユークリッドの誤乗法を計算していく中で、まあ、他にもためになる情報というのがいくつか得られまして、例えばこの場合には、あるその S と T が存在して、一応こちらはサッチダットでこちらは変数の S と T ですので間違えないようにしてください。である整数 S と T が存在して、まあ、SA プラス TB がちょうどこう D になるとそういう関係も得られます。でこれも多分皆さん去年の代数入門で学んだ内容ではないかと思います。少なくとも去年のその代数の楽しみの教科書にはこうした事実は載っていました。でしかしながら実は、その代数の楽しみの教科書の方にはまあきちんとは出ていないんですけれどもこの S と T をですねまあ去年の教科書の方では、まあ、仮にこういう例であればこのようにして計算ができるという計算例が示されていましたけれどもその一般的な場合に対してその系統的にこのような手順でできるということまでは触れられていません。まあ、その辺は、こう、まあ、
いろいろその教科書を書く意図などもあったりありするかと思いますけれども、今回はその計算機数学の観点から一応こういったあの S と T をですね、系統的に効率的に計算するアルゴリズムがありますということで、まあ、そのことを話したいと思うんですけれども、実はそのここので言っているその拡張ユークリッドの誤助法の拡張というのはこの S と T を計算する部分の話です。ですので、この S と D を効率的に計算するというのが、しかもそれがアルゴリズムとしてちゃんと書き表せますというのが、これから説明するその拡張ユークリッドの誤助法です。この拡張ユークリッドの誤助法を使いますと、その今までのユークリッドの誤助法によるその常用の列ですね、常用列とよく言われますけれども、その常用列のに加えて、その最初に与えられた例えばこの場合ですと A と B にこう何倍かするって加えるとこうそれぞれの常用に等しくなるようなそういうその S と T がそれぞれのステップの段階で求まるということを説明したいと思います。ということで最初はその根拠になる定理を説明します。ちなみに一つコメントを加えますと、この拡張というのは英語ではエクステンデッドというふうに書かれまして、で拡張ユークリッド誤助法というのはエクステンデッドユークリダンアルゴリズムと言います。ですのでここではその頭文字を取って EEA という略称を取っていますが、この新しい頭に加わった E がこのエクステンデッドに対応するということに注意してください。後の EA は先ほどと同じようなそのユークリダンアルゴリズムに対応します。ということでまず定理の方いきましょう。道具立ては前回の授業で説明しましたその定理 EA と同じものを用意します。まずその最初に入力となる A と B2 つの値ですね、 A と B、 それから前回その常用としてこう各ステップで繰り返し計算した R の0から R のラムダプラス1、あとその各ステップの小として求まりました Q1 から Q ラムダというのを前回のユークリディアルゴリズムの定理と同じように設定しますので、その定め方、詳しい定め方は前回のノートを参照してください。で、それからこれらに加えて次の値を定めます。S0 から S ラムダ1というのと、それから T0 から T ラムダ1、
これらはいずれも整数ですが、これらをその次の公式で定めます。まあ、S のこと T をそれぞれ書いていきますけれども、まずそのインデックスが0の時ですね、 S0 は1として、 T0 を0とします。それから次にインデックス1の時なんですけれども、 S の1を0としまして、T の1を1とします。で、それ以降についてはこれから各全化式で定めます。S の i プラス1というのを S の i マイナス1から Si と Qi の積を引いたものとします。で、T の i プラス1についても同様に T の i マイナス1から Ti と Qi の積を引いたものとします。で、これを i が1からこうラムダまでにわたってこう定めます。で、この時にその以下の性質が成り立つというのが、この拡張有機との互助法に関する定理です。で、これから書く性質は結構あってですね、個数があって全部で6個ありますけれども、一番重要なものは最初の1番目ですので、特にそれに注目してください。まず、i が0から、ラムダプラス1に対しまして、A の Si 倍と B の Ti 倍の和が、その乗用、i 回目の乗用の Ri に等しくなります。で、特に、ラムダ番目の数字、等式ですね。S のラムダ番目の A の S のラムダ番目倍と B の T のラムダ倍が、この A と B の GCD に等しくなります。まあ、これはさっきに何度か皆さんも見かけたことがある性質だと思います。あとは、まあ、若干細かいものですけれども、一応列挙していきますと、i が0からラムダまでの間で、
SI と TI プラス1の積から TI と SI プラス1の積の差、引いた差がですね、差がマイナス1の I 乗になります。で3番目は、i が0からラムダプラス1ですね。今度はラムダプラス1までの範囲で、今回、その主役となっているこの si と ti という2つの値は、互いに素であるということもわかります。で次に4つ目なんですが、今度はこの SI と TI のですね、この次々と現れる列のこう符号とそれから絶対値の関係について述べたものです。先にまあこの項目をまとめて書いてしまってから説明します。と、今書き終わりましたけれども、4番目の性質は、とまず、i が0からラムダに対して、この ti と ti プラス1の積が、まあ、0か負であるということは、この ti を順々に計算していくと、その符号がこう反転するということですね。ゼロになるか反転すると。同じ符号のものがこう2度連続して現れることはないということを言っています。で、かつ、この絶対値に関しては、この i が、このインデックスが大きくなればなるほど、その ti の大きさは大きくなるということを言っています。で、si に関しては、i が、まあ、1からラムダの範囲なんですけれども、やはり同じように、この隣り合う si と si プラス1の符号は等しくなることはなくて、かつ絶対値はインデックスが大きくなるほど、なるほど大きくなるということを言っています。次に5番目は、この、まあ、si、ti のと、それから与えられた最初の数 a、b との大きさの関係ですが、これ i が1からラムダプラス1の範囲内で、この si, ti それぞれ、si、例えば ti ですね、ti の絶対値は、まあ、a を超えることはないし、それから si の絶対値は、まあ、b を超えることはないということを言っています。まあ、実際にはこの r の i マイナス1というのがかかってきますので、まあ、より小さく抑えられているということがわかります。で、最後に6つ目なんですが、
まあ、5番目のより特殊な例でして、これもちょっと説明長いですので先に書いてしまいます。以上なんですけれども、6番の性質はその5番の性質の、まあ、ちょっと特殊な場合で、その場合にこの Si と Ti、 それもしくはあと S ラムダと T ラムダの絶対値がまあ、この R 乗与の R によらずに、この入力の A と B によってこう乗換が定まるということを述べたものです。でもう少し詳しく見てみますと、まず A が正ならば I が1からラムダプラス1の範囲で、まあ、Ti の絶対値は A 以下と、それから Si の絶対値は B 以下ということが示されます。それから、あと A が1より大きくかつ B が正の場合には、この T ラムダの絶対値が2分の A 以下、かつ S ラムダの絶対値が2分の B 以下ということも示されます。で、この中で、まあ、特に重要なのは、その、まあ、1番目の性質ですので、この1番目の性質の証明だけここの場で説明したいと思います。で、まあ、2番以降はですね、これ結構いろいろありますけれども、まあ、授業時間の都合もありますので、ここでは割愛しますが、今後アップロードする講義ノートには2番から6番の性質についても証明も書いておきましたので、興味のある人は適宜参考にしてください。なお、この2番から6番の証明の性質のいくつかについては、酒井先生のテキストにおいては、ところどころの演習問題に出ていますので、同じく参考にされると良いのではないかと思います。それではその1番目の証明をしたいと思いますが、これは機能法を用いて行います。まずちょうど Si と Ti の定義が上の方の黒板に書いて残りましたので、そちらも確認しながら見てください。i が0と1のときには、これは s0、t0、s1、t1 の定義から成り立っているということを後で確認しておいてください。まあ、見ればすぐ分かると思います。で、問題は、この i が2以上のときにこう示すわけですけれども、じゃあ仮に i マイナス1番目までここの性質が成り立っていると仮定しましょう。でその時に i 番目で成り立つということを示します。でまず
この RI の定義をその最初のこの乗与列の定義で書きますと、これ R の i マイナス2から R の i マイナス1かける qi マイナス1を引いたものに等しくなります。これは何を言ってたかということをもう一度復習しますと、この R の i マイナス2を R の i マイナス1で割った乗与を Ri としましたということですね。で、これなんですけれども、今度はここのですね、R の i マイナス2と R の i マイナス1にその機能法の仮定を適用しまして、でこれをこの定理の主張にありますような SITI を使った形で表します。そうしますと、この R の i マイナス1というのは次のように表されます。でそれから R の i マイナス1をやはり機能法の仮定を使って書き換えます。こういう形になるわけですね。で今度はこれを展開しまして、ここにA とそれから B、 A と B というのがいつか出ていますので、でこれを使って、ごめんなさい、ここですね。すみません、ここ括弧の位置はちょっと間違っていましたので直してください。で、今度はここにその A と B というその値が出てきましたので、この式を今度は A と B でまとめます。でこのような形でまとまりますと、実はその A と B のそれぞれの係数がその求めるべき SI と TI になっていることが分かりまして、i の時にも同じ定数が成り立つと。以上によってこの1番の主張が成り立つということが分かります。ここまでよろしいですか。で一応そのアルゴリズムについてはテキストの52ページの一番下のところに書かれてあります。で、実際にはその今のその定理の性質の今消してしまいましたけれども、今の定理にありましたこの SI と TI のその定め方を使いまして、で実際にその先ほどのユークリッドのご助法にありましたループの中でですね、この SI と T
TI というのを順番に計算していくという形になります。まあ、時間の都合で、その板書の方は省略しますが、一応、講義ノートの方には、酒井先生のテキストと同じく、拡張ユークリッドのご情報を、のアルゴリズムを記載しておりますので、必要な方は、後で確認してください。ここまで何か質問などありますか？はい。あ、はい。ああ、そうですね。すいません。はい。ありがとうございます。ここですね。はい。ありがとうございます。さて、で、これからあと残りの授業がですね、まあ、今日、終わるとあと2回ほどということになりますけれども、残りの授業時間ではその、まあ、今まで述べましたユークリッドのご助法もしくは拡張ユークリッドのご助法の、まあ、応用例について応用例を 何個か紹介していきたいと思います。一応この今後の話なんですけれども、そのまあこれから取り上げる内容の重要度ですとか、それからまあ今までやってきた内容などに応じてこう選びましたので、その必ずしもそのテキスト通りになっておりませんで、飛び飛びでやると思いますが、ご了承ください。で、そのために一応その都度、酒井先生のテキストへのその記載箇所を紹介いたします。でまず今回最初に扱いますのは実数の連分数展開です。テキストですと73ページのセクション 4.13 です。でここでは R としてユークリッド正域を取ってきます。でその上で K をその R の小体とします。で、ここで、まあ、小体という言葉は、まあ、数学理の皆さんは大丈夫だと思いますが、他の学理から受けに来ている人はちょっと馴染みがないかもしれませんけれども、まあ、例えば例を挙げますと、まあ、この R の例としてよく、まあ、我々が扱うのは整数の集合ですね。で、その小体として、まあ、例えばこの整数の小体としてこう扱うのがまあ有理数全体なわけですけれども、まあ、一般的にはこの与えられた R の元のこう2個組み合わせると、まあ、例えばその有理数のようにこう分子と分母という組を考えまして、でそれそういう集合を考えて、でその集合の元の間でまあうまくその演算がですね
そのもともとの R の演算が埋め込むことができて、さらにこれが単位になるようにこ う, うまく演算を拡張できるというふうにしたものをがまあ小体だというふうに思ってもらえればいいと思います。でまあ、実際には一般的にはこういう世界を考えますけれども、我々実際にはこの、まあ、有理数対上でこう、まあ、有理数を考えるということで問題ありません。で、この時に、まあ、R0 と R1 をその元の正域の弦としまして、でそれに対して、その R1 分の R0 という弦を考えます。で、これについて、まあ、次のこれから行う計算によるその分数の列というのを考えます。まずこの R1 分の R0 ですけれども、これをですね、R1 で割ります。でユークリッド正規ですので、小と徐余がこう定まるということで、小を Q1 として徐余を R2 とします。でそうしますと、これがですね、Q1 プラス R1 の R1 分の R2 という形になるかと思いますけれども。で、この時に、この新たに求まりました、その有理数の分子を1にします。で、そうしますと、分母に来るのは、この元あったこの数の逆数が来るわけですね。でそうすると今度はこの R1 を R2 で割るという割り算ができる場合がありますので、実際に割り算をやっています。でその時の小を Q2 として徐余を R3 とします。そうしますと、まあ、こういう形になりますかね。で今度はこの部分ですね、この部分をやはりその分子が1の有理数にしてしまいます。そうすると、ここの分母の部分が R3 分の R2 というふうになりますので、またここでもその割り算ができる場合がありまして、でそこで割り算を行います。
で、その割り算の商を Q3 として、乗与を R4 とします。そうしますと、まあ、こういう形になりますかね。で、まあ、今の計算を次々と繰り返すことによって、その、まあ、分数の分母にまた分数がくっつくと。で、しかも、ここにありますように、この、Q1、Q2、Q3 というこう整数部分がずっと続きまして、でさらに、その分数の方の分子は1になるものがずっと続くように計算することができます。で、これをこう最終的に何回か繰り返しまして、まあ、仮にこれ最後 Q の K ですね。Q の K プラス RK 分の RK プラス1までこう求まったものとします。で、このようにして、その求められたこの分数をですね、まあ、連分数と呼びます。まあ、多分ご存知の方はほとんどかと思いますけれども、この場合ですと、R0 分の R1 の連分数と言いまして、で、またそのこの連分数を求めることを連分数展開と呼びます。で、ちなみにそのテキストには整則という言葉がありますけれども、これはまあその連分数、もしくは連分数展開の中でも、いくつかさらに条件が今のように加わったもので、まあ、例えば、まあ、分子が、まあ、最後のその RK、RK プラス1ですね、最後の RK プラス1を除いて全て1ですとか、それから最初に展開したときのこの Q1 が整数であること。それから2番目から K 番目に求めたこの小の Q2 から QK ですね。これらが正の整数であること。といったような条件を満たすと、これを正則連分数と呼びます。で、まあ、毎回ですね、このような形で全ての式を書くのは非常に煩雑ですので、連分数に展開し、正則の連分数に展開しますと、この Q の値だけを書きまして、これを Q1、Q2 から Qk と
最後の RK 分の RK プラス1というふうにの並べて、こう大括弧でくくったもので、この連分数展開を表します。で、仮に最後のこの有理数がまあ0になった場合には、この小の部分の Q1 から QK まででそのまあ連分数を表すということになります。ここまでいいでしょうか。で、まあ、この計算を見ていて多分皆さん気づいたと思うんですが、その連分数展開とそのユークリッドの互助法というのはどのような関係にあるかというと、この連分数展開を求めるその計算っていうのが、ユークリッドの互助法にこうそのまま対応しているということが分かるかと思います。最初その R0、R1 でこう割って上位を R2 としたわけですけれども、今度はその、まあ、R1 分の R2 の分母と分子をひっくり返して、でそれを整数部分とその小数部分に分ける操作をすることによって、今度は R1 を R2 で割るという操作になります。で、以降同じようにその R2 を R3 で割って上位を求め、 R3 を R4 で割って上位を求めという操作が、ちょうどユークリッドの互助法に対応していることが分かります。で、この計算の例がですね、そのテキストの73ページの真ん中にあります、この例の 4.87 というのに出ています。これは35分の126の連分数展開ですけれども、これを順々にこう割り算を繰り返していくと、最終的にその3112という形の連分数展開が得られるということですので、各自でやってみてください。ちょっと時間の都合で、もし今日時間が余ったらまたここに戻ってきてやりますが、とりあえず先に必要なことをに進みたいと思います。で、今の話はですね、その有理数の連分数展開でして。で、有理数の場合には、その連分数展開というのは必ず有限の項数で終わります。で、なぜかというと、皆さんちょっと考えてみていただくと分かると思うんですけれども、有理数は整数分の整数ですので、その連分数展開を求めるということは、ただ今説明しましたように、その与えられた分母と分子に対してこうユークリッドの互助法を実行することになります。で、整数に対するユークリッドの互助法というのは有限界で止まるということは、皆さんそのユークリッドの互助法の定義を考えてみれば分かると思いますので、ということはこの連分数展開も有限項で終わると、与えられた数が有理数だったですね、与えられた数が有理数であればその連分数展開は有限項でできるということが分かります。さて、今度やろうとするのはその無理数のですね、連分数表示、連分数展開をやろうという話なんですけれども、これはちょっと有理数の時と様相は異なってきまして、無理数の連分数展開は必ずしも有限項で終わるとは限りません。しかも
さらに興味深いことには、場合によっては、皆さん、有理数をですね、その循環小数でこう表すというような近似をやったと思いますけれども、同じように、この無理数を連分数で展開すると、循環連分数といいまして、こう、いくつかの、こう、Qi のまとまりがですね、こう、ぐる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 循環して現れるという場合もあります。ということで、その辺の話をちょっとしたいと思います。でここでは、この α という値ですね。まあ、一般には無理数としますけれども、まあ、これの、連分数展開を考えましょう。で、まあ、与えられた α 自身を α1 と置きます。で、基本的なアイデアとしては、その有理数の場合と同じように、この与えられた α1 を、この整数部と絶対値が1より小さい小数部にこう分けるということですね。ですので、まあ、Qi を、まあ、αi のフロア関数としまして、この与えられた αi、まあ、最初の場合、ところは例えば α1 の整数部分を取ります。で、α の i プラス1としまして、この αi マイナス qi というのが、その、前のステップでの、その、小数部分になりますので、まあ、その、逆数ですね、この分子に、こう、1を持ってきた、有理数を、この α の i プラス1とします。で、これを、i が1から始まって、こう、順番に、計算していくことで、この無理数の連分数展開が得られます。一応実際にこう計算例、これは計算例やっといた方がいいと思いますので、テキストで言いますと、74ページの上の方にあります、例の 4.90 という例題があります。ここでは、ルート3の連分数展開を扱っていますので、ちょっとここで実際にやってみましょう。テキストでは今のこちらに書きました公式に従って、その Qi と αi をこう順々に求めていますが、ここの黒板では、もう少し実際にこのどういう展開になっているっていうのかが見えるように書きたいと思います。まず、
ルート3という値が与えられたときに、まあ、これをその整数部分とその絶対値が1より小さい小数部分に分けることを考えます。で、ルート3の大きさっていうのは大体皆さん知ってますよね。大体 1.73 いくつでしたと思いますが、確か中学ぐらいの時にその10以下のですかね、10以下の数の平方根の語呂合わせをこう数学の先生に覚えさせられた記憶がありますけども、僕自身は。まあいいですが、まあ大体 1.何とかですので、まあ、要はルート3の整数部は1であるとしまして、まあ、これ1を残すだけですね。で、残りの部分を、まあ、まあ厳密にはこう表すのがまあ手っ取り早いですから、ルート3マイナス1というふうに表します。で、次に、この部分をですね、先ほどありましたように、この1を分子にする、こう、有理数で表します。そうしますと、まあ、1を分子にした場合には、基本的には、この逆数を分母に持ってくればいいわけですので、こういう形にします。まずこれが1ステップ目ですね。で、今度はこのルート3マイナス1分の1をこう連分数の形で展開するという計算を行いますが、それはどうやるかというと、まずは基本、まず最初にやるべきことは、分母の有理化です。まあ、有理化は皆さんまだ忘れてはいないと思いますが、まあ、この場合ですと分母がルート3マイナス1ですから、まあ、ルート3プラス1をかければ分母は有理化できることになります。そうしますとその結果は2分のルート3プラス1になりますので、今度はこの分子の部分が1より大きくなりました。うまい具合に1より大きくなりました。そこで、この2分のルート3プラス1を、この、整数部分と、それから小数部分に分けます。で、まあ、そのためにはこの数の、その大きさを見積もる必要がありますけれども、まあ、ルート3が 1.7 いくつで、それから1を加えますと 2.7 ぐらいですか。ですので、2で割ると、整数部分は1になるということが分かります。そこで、やはりこの数を1と、それから、ちょっと計算まとめますと、これルート3マイナス1にまとめることができます。ということで、今度はこの、2分のルート3マイナス1のところを分子が1の有理数で表します。そうしますとまたこれの逆数を取ればいいですから、ルート3マイナス1分の2がこう分母に来ます。そして今度はこのルート3マイナス1分の2をこうまた連分数に展開するわけです。で、まあ、そのやり方は先ほどと同じで、まず分母を有理化します。まあ、この辺は多分やり方ほとんど変わらないので、パッパと書いてしまいますけれども。
そうしますと、その結果がルート3プラス1になりまして、でこれをやはりこの整数部と小数部に分けますと、まあ、整数部が2で、小数部がルート3マイナス1という形に分けることができます。で、やはり同じようにこのルート3マイナス1をその分子が1の有理数に直します。するとですね、ちょっと驚いたことに、ここにルート3マイナス1分の1が出てくるんですけれども、これは実は、この2つ前のステップで出てきた有理数、分数なんですね。で、ということは、これをさらに連分数展開しようとすると、このステップに戻ってくるということになります。ということで、このルート3の連分数展開をこうまとめますと、まあ、まず最初に1が来て、で次に1が来て、2が来て、でさらにまた1、1、2の、まあ、繰り返しになるわけですね。でそこでちょうどその有理数を循環小数で近似したようなものと同じような展開が現れましたので、これをその連分数展開の場合は、循環する部分をこのようにオーバーラインで引いて括弧でくくります。で、この部分は循環小数の場合と同じように循環節と呼ばれます。ということで、この計算例ですと、そのルート3がその1と1、2でこの1、2を循環節にするその循環連分数に展開されたということが分かると思います。ここまで何か質問などありますでしょうか。それから、あ、はいはい、何か間違ってます。あ、ごめんなさい。あ、そうかそうか。ごめんなさい。ちょっと待ってね。あ、そうかそうか。そうですね。すみません。1、2、1ですか。1、1、2、1、2、1ですかね。はい。すみません。ありがとうございます。これでいいですかね。はい。失礼しました。というところで、一応、今日は、拡張有機器との互助法とそれから連分数展開の話題を扱いました。で次回なんですが、今日ちょっとテキストの配布が間に合いませんでしたけれども、次回は中国常用定理について扱いたいと思います。次回また新しいテキスト第3章のところを配りますが、必要な人は坂井先生のホームページにそのテキストの PDF ファイルがありますので、適宜参考にしておいてください。それでは今日の授業はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。